平成1年です。今日はですね、雨の日ね、で沖縄旅行行った時の雨の日にどうやって遊ぶのとかね、おすすめのスポットとかをね紹介していければなと思ってるんですけれども、まあね、よくね、インスタやってても DM よく来るんですけれども、まあ雨降った時にどこに行きますかとかね、いろいろ来るんですが、まあ結構ね、旅行者の人たちっていうのは沖縄っつったらね、もう毎回晴れてて、で気温も高くて、で海もね毎回結構泳ぎに行けるという感じで思ってる方いらっしゃるんですけれども、実は全然違ってて、もうね雨の日とか曇りの日っていうね、まあぐずついた天気っていうのはね、もう全国的に見てもねすごい多い方、もうトップクラスに多いんですね。で特にね、梅雨時期5月6月っていうのはもちろんもう多いし、雨の日でもう冬場でもね100ミリ越すような雨の日ってすごい多いんですよね。で全国でね降水量も8位ぐらいなんですよ、全国でですよ。だからもう基本それにプラスゲリラ豪雨って言ってね、うちなんちだったら傾いって言ってね、よくありますよね、通り雨ですねっていうのが、沖縄はすごい多いという形で、皆さんが思ってる以上にねすごい雨の多い、すっきりしない天気が多いのがね沖縄なんですよ。だから多分ね、行ったことある人たちもね結構思ったことあると思うんですけど、はい、行ったけど全然もう3泊4日で行ったらね半分雨だったとかね、下手したらもう3日間ずっと雨みたいなね感じで、ちょっとしか晴れんかったよとか、そんな時にね、自分なんか運が悪かったのかなって思ってるかもしれないんですけど、逆でね、晴れてる日が4日間ある人が運がいいんですよ。それぐらい雨が多いので、今日はね雨の日に、どんなところに行った方がいいかっていうね、観光スポットを紹介しようかなと思います。で、予約取ると沖縄旅行ってね、予約取るときって安く取るために半年前とか、3ヶ月前とかね、そういった時に取るんで、やっぱどうしてもね、もう雨の日ってもう雨降ってしまってしょうがないんですよ。で確率的にも多いので、普通に行きたいところ、海だったりとか、行きたいところの、観光プランって立てると思うんですけど、絶対にね雨の日のプラン、雨のだった日のプランっていうのは考えておいた方がいいと思うので、ぜひね参考にしてもらえればなと思います。はい、じゃあ早速ね、紹介していきたいんですけど、結構多いんですよ。屋内のね施設だったりをね紹介していくんで、一概にねここ全部ではないんですけれども、これだけじゃないんですけどね。ただ僕計画を立てるっていうやつでもね出してるんですけれども、沖縄旅行の計画のポイントってね、沖縄って広いんで、南部、中部、北部ってエリアでね分けて回った方がいいよっていうのをね、僕の考えでねお伝えしてるんで、このチャンネルでは。なので今日もね南部、北部、中部っていう形で、ちゃんとねエリアを分けてね紹介できればなと思ってます。はい、じゃあまずはね那覇市の方、南部那覇市の方ねからね紹介していくんですけど、基本的にこれ国際通りとかも傘さして歩くとかっていうのもできます。もちろんね。でそういう時もあるんですけど、国際通りの、ね、中道にね平和通りってあるじゃないですか。平和通りとか睦弥橋通りね、あそこはゲートになってるんで、あそこはね結構雨が降っても歩けますんで、ぜひねそこは行った方がいいかなと思いますね。はい、立ち飲み屋とかね、そういったところも昼から空いてるところもあるんで、雨降ってるんだったらそこでね遊んでもいいですし、結構ね昔ながらのね洋服とかもいっぱい売ってたり、洋服っていうかね、沖縄の、ね、着物みたいなのとか、おじいおばあが好まれるようなものとか、あともちろんご飯屋さんもいっぱいあるんでね、ただ国際通りの近くでも楽しめるかなと思いますね。はい、で次がね那覇市の国際通りにある天物館ってあるんですね。そこに、那覇市の、ね、伝統工芸館っていうのがあって、そこではね吹きガラスとか、あと瓶型とかね首里織とか、そういった伝統工芸が、ね、体験できるっていう施設があるんですね。天物那覇っていうところの中に入ってるんですけどね、天物那覇、そこも行ってもいいかなと思いますね。これ国際通りです。平和通り、天物ですね。でもう一個が平和通りのすぐ隣にあるのは牧師公設市場ですね。ここはね今2019年の7月にね一回中に入ってるものもちょっと新しくするよってことでね、築地みたいな感じでね移転するために今仮施設っていうのになってて、これプレハブになってるんで、ここはね全然回れます。1階がね鮮魚とか精肉とかねいっぱい沖縄のものが集まってて市場なんでね、で2階でそれをね調理して食べれるっていう形で、結構ユニークなんでね、観光スポットにもなってますから、行ったことあるっていう人いると思うんですけれども、そこはね屋内施設なんで全然遊べるかなと思いますね。はい、これが国際通り付近ですね。で遊べるっていう形で、またちょっと離れるんですけどね、トマリンっていうね漁港がある、かりゆしホテルが建ってるところの裏手の方にね由井町っていうのがあるんですよ。
うん、まあこれ夕町だね、夕町。あのまあこれ魚の市場ですね、これは魚だけの市場、うん、でここは結構ね店舗も23店舗ぐらい入ってるらしくてね、卸売、まあ僕なんかも行きますよ、あの刺身買いに行ったりとかそういった時には行くんですけれどもね、競りが行われてるところなんです。新鮮な魚があるの であとあの沖縄特有のね色とりどりの魚が売ってるってことでね、ここでももちろん調理したりとかあと料理食べたりできるので、ぜひねここも行ってみてほしいなと思いますね。でここまでが、まあ、あの那覇ですね。でここが、まあ、まあ那覇ですけど、もう一個もね、あのもうちょっとね新都心って言ってちょっと上の方に上がっていくんですけども、これはあの T ギャラリアね、免税店です。免税店レジ大きいとこありますよね、免税店あそこですね。あそこも、まあ、沖縄屋内スポットとして、あの観光スポットとしては、ね、レジ有名ですよね、うん。まあ、免税店ってね、まあ、日本でもね唯一沖縄だけなんですよ。まあ、チケット持ってたら、まあ、免税されてたりとか、あと、まあ、安くでね、うん、バーゲンしてるので安くで買えるっていう形は、まあ、ビトンとかね、ああいったあの有名ブランドがいっぱい入ってるところですね。あそこも結構雨の日、まあ、うちなんちも結構いるからあのあれなんですけども、まあ、屋内施設としてはねいいかなと思いますね。まあ、あそこもね結構ねカフェとかレストランとかもあるんでね、うん、まあ1日遊べるって言ったらなかなか厳しいかもしれないですけど、うん、こうはまあ那覇のね点々としながら遊ぶっていうのだといいかなと思いますね。はい、でこれ那覇地区で、まあ、南部でもうちょっと広がってね行くとすると、まああの一番南だとね、あの糸満市にあるあの琉球ガラス村ですね。琉球ガラス村、まあ、ここは、まあ、琉球ガラス分かりますよね、あのコップとか、あとここにはないね、ここにはないけど琉球ガラスっていうねあのコップがあるんですけど、まあ空き瓶とか集めてきてから孵化してからね作ったっていう昔ながらなんですけど、これも体験ができます。でここのいいところっていうのは予約入れないでもできますから、だからその、まあ、雨やすさってなってすぐ行ってですぐこれ体験できるっていうのもいいので、まあ中にもねあのしっかり買えるところってあって、僕まあインスタライブやってるんですけど、そこでもねよく紹介してるんですけど、まあ、僕ともりさんっていう人が作ってるものをね集めてるんですけど、まあそういったねあの有名な人が作ったものも売られてますんで、ぜひねあの琉球ガラス村、雨の日だったらね行ってもいいと思います。逆にね夏のね暑い日だったらね、もう中ねもうで暑いから、うん、実際雨の日とかに行った方がここはいいかもしれないですよ、うん、ですね。で次がねもうちょっとねあの南城市より、まあ、逆側の海ですね、空港と逆側の海になっていなあの南城市にあるんですけども、沖縄ワールドですね。ここはもうあの東洋一あの美しいって言われるあの鍾乳洞があるとこですね、うん、あのデジ広いしね、東京ドーム何個分なんだっけ、デジ広いあそこ4個分らしいですね、4個分の敷地内でね鍾乳洞見に行くんですけども、うん、ここも屋内施設なんで、うん、ここはあの、まあ、雨の日でもすごいいいです。まあもちろん晴れた日とか、ね、外でエーサーやってたりとか、まあ、買い物もできたりとかするっていうのもあるので、まあ、晴れの日にももちろんね行ってほしいんですけれども、まあ、雨の日であればね鍾乳洞の中見ていくっていう形でガンガラの谷とかね、ああいったところも見れるというような感じです。はい、ぜひここおすすめなので行ってみてください。あとねその目の前にあの南都酒造かなっていうところがあって、これのねこれこのクラフトビールがね作られてるとこ、鍾乳洞でねのあので作られてるところがあって、これこのクラフトビールです。ここもねあのいろいろ見れたりとか飲んだりできるので、ぜひね行ってみてほしいなと思いますね。はい、まあここは僕は結構沖縄ワールド好きでね、鍾乳洞とか小さい時もそうだしよく行ってたので、うん、おすすめだなと思いますね。はい、でまあ、あのこれが南城市なんですけど、まあ、反対側のねあの今度は最後ね、あの南部では最後なんですけど、 DMM の水族館、これ新しくできたところですね。あの新しく、まあ、あの沖縄で2つ目の水族館なんですけど、チュラミとは違ってあの、まあ、プロジェクトマッピングとかねそういう形であのテクノロジーをねと掛け合わせた水族館が新しく2020年5月、ね、にオープンしてますんで、ここもぜひね、まあ、あの雨の日だったら屋内施設なので行ってもいいかなと思います。どんどんね施設があの拡大していって、いろんなねなんかあの今後どんどん増えていくみたいなので、うん、ここはあのこれからもどんどんねあの新しいお店とか出てくるので、雨の日にはおすすめだと思いますね。はい、で次は中部ですね、あの茶谷とか沖縄市とか、うるま市があるところなんですけど、まあまあ一番はねまず、まあ、茶谷のアメリカンビレッジですね。アメリカンビレッジ、まあ雨降ってたらねちょっとね歩けるんかなって思うと思うんですけれども、一応あそこってねアメリカンデポアイランドとかっていうのは、まあ、屋根がついてる中にね
あのこの施設の中で歩くっていうような形になってるので、まあ、駐車場からちょっと濡れるっていうか雨降ってるところ通らんといけんけれども、その中にはね、まあ、あのお店がいっぱい入ってるっていう施設になってるのでいいかなと思います。まあ、外でちょっと食べたりとか夕日見ながらとかってできないんでちょっと残念かなと思うんですけれども、まあ、あの北谷 のアメリカンビレッジはあの雨の日でも回れますね、はい、で次がねもうちょっと北の方に行くとあの琉球村っていうね、うん、施設があるんですよ。ここはあの、まあ、古民家をね、まあ、移築して作られたテーマパーク、まあ、テーマパークですね。伝統工芸ができる体験ができるテーマパークなんですよ。でここはね結構ねあの体験型が多くて、まあ、瓶型とか、ね、織物とかシーサー作りとか絵付け体験などっていうのもねできるという形なんですよね、うん、まああの行事とかのね再現したイベントとかっていうのやってるので琉球村はそういう意味では あそこはまあ雨降ってても全然回れるしちょっと面白いかもしれない。ちょっとちっちゃいからね、うん、まあ、次にね紹介するこの体験王国紫村って近くにあるんですよ。こことセットで行った方がいいかなと思うんですけれども、まあ、あのここはね琉球の風のセットっていうのをねあの大河ドラマのセットを利用してね作られた体験施設なんですけど、ここも体験施設なんですよ。でここはまあ、古民家とかがどんどんあってそこでどんどん体験していくんです。このね、まあ、6種類ぐらいの伝統工芸体験ができて、であと32の工房で計101個の体験が楽しめると、これベージュ多いんですよね。だからこことセットで行った方がいいかなと思います。うん、琉球村と体験王国紫村、これ両方読谷にありますから、ここは両方セットで行っていいかなと思いますね、はい。でもうちょっと紫村のもっと奥の方に行ったら、お菓子御殿のね本社があるんですよ、読谷の本店。ここで工場見学とかできて結構ね面白いので、まあ分かりますよね、デニーモタルトっていう一番有名なお菓子あるじゃないですか、お土産のあれを作ってる会社なんですけれども、そこでねまあ、工場見学とか、あとは、まあ、そこの中でね、食事ができたりとか、うん、あそこのね、蕎麦屋さん、デージ美味しいです。なんて名前だったか忘れたけどね。沖縄蕎麦屋があるんですよ、そこの隣にね。そこはデージ美味しいんで、おすすめです、そこはね。うん、ここは、まあ、雨の日でもね、両方行けると思うので、ぜひ、中部だとそこ回ってほしいなと思いますね。はい。で、最後ね、北部なんですけれども、北部って言ったら、名護とか、本部とか、那紀人とか、国神ね、ヤンバルって呼ばれて一番北の方なんですけど、まあ、ここだとね、もう一番は、もう、美ら海水族館ですよね。まあ、晴れつつも絶対行くと思うんですけど、まあ、ここも屋内施設になってるんで、美ら海水族館は全然問題なく、雨の日でも行けます。でもう一個ね、海洋博公園っていう中に美ら海水族館入ってるんですけれども、その海洋文化館っていうところがあって、ここはね、まあ、海洋博物館なんで、なんて言うんだろうな、海のね、まあ、昔からのこんな風に海漁業やってきたよとか、そういったものの展博物館になってるんですけど、一個ね見てほしいなっていうものがプラネタリウムホールがあるんですよ。沖縄から見た時のプラネタリウムで星が見れるところがあって、ここはねすごいいいんでね、ぜひね雨の日じゃなくても行ってほしいなと思うんですけど、まあ、もし雨でね行くところちょっ と行かなくなったやつだとか、美ら海で時間あるなってなったら、隣のねここもプラネタリウム見てほしいなと思います。うん、ここねしかも安いんですよ。入場料が190円なんでね、もうすぐ隣なんで絶対行った方がいいですよ。本当だったら海洋博公園ってね、いろいろ歩いて回ったりとかして楽しむところではあるんですけど、ここにね海洋博物館っていうのがあるので、海洋文化館ですね、ごめんなさい、ここがあるのでそこ行ってほしいと思いますね、はい。でまあもうちょっとね名護の方に帰ってくると、名護パイナップルパークありますね。あそこも雨降ってても大丈夫です。うん、まあ中をねパイナップルパークなんで、中をまあどんどん回っていくんですけど、うん、パイナップルができてるところ、の畑とかね見ながら回っていくんですけど、まあやっぱ子供と一緒に行くとね楽しいですよ。うん、列車に乗ってから回ったりとか、なんでか知らんけど恐竜とか出てきたりとかしますからね、一応行ってみて楽しんでみてください。一応すごい面白いですよ、パイナップルパーク。リニューアルされてるんでね、昔行った人とはちょっと違う体験できるようになってますんで、ぜひ行ってほしいなと思いますね、はい。では最後ですね、最後はオリオンのハッピーパークですね、オリオンビール工場見学ですね。まあここはね、まあお酒大好きな人が行ってもらってね、お酒あんま好きじゃないよっていう人はあれだと思うんですけど、まあ工場見学なんでお酒飲めるというような形ですね。オリオンビールの出来立てがもらえるよってことでね、うん、うん、まああとはねソフトドリンクもいっぱいサービスがあるんで、ぜひねここは行ってほしいなと思います。まあ他にもね、例えば青森の工場見学だったりとか、あと体験型ね、瓶型染めとか体験とかいっぱいあります。一応
でもやっぱり雨の日って言ったらやっぱ体験型とかね、あとはまあまあ博物館とかあと資料館とかそういったところに行くような形になると思うんですけど、まあ意外なね遊びとしてはね、あんまりまあちょろちょろっとした雨だったらね、シュノーケリングとかダイビングとか一応平気でやります一応は、うん、なのでダイビングとか特にそうですけれどもやるので、まあそこはちょっと確認してもらって、まあやっぱり波高いとかねそんなだったら絶対やりませんから、陸と海とのあの天気全然違うんでね、そこはちょっと確認してもらって行くんですけど、ダイビングとかもできます。でまあもう一個はね、もう意外だと思うんですけれども、沖縄ってねリゾートホテルが充実してるんですよ、中でも施設っていうのが。なので結構ね半日ぐらい本当遊べるんですよね、プールだったり温泉もそうですし、アクティビティも結構あったりとか、あとまあお店もショップもいっぱいありますよね、瓶型とか持ってたりとか、あとさっきあったシーサー体験とかっていうところも、あ、名護でねシーサー体験のところもあるんですよ、シーサーを作ったりとかする琉球窯っていうところもあるんですけど、そういったところもがまあここじゃないんですけれども、シーサーを作るね職人の人がホテルのね下の方のフロアとかでねちょっと曲がりしてから作ってたりとかしたり、体験型をやってたりとかするんで、リゾートホテルでも全然一応結構楽しめます。ビジネスホテルじゃないですよ、リゾートホテルってありますよね、カヌチタとか狩牛とか、ああいったホテル、ああいったところのホテルの1階とかっていうのは結構ねそういった体験型とかも多いので、雨の日とかぜひねリゾートホテル内で遊ぶっていうのもいいかもしれないですね、プールとかでね遊ぶっていうのもいいかなと思います。はい、まあ今回ねバーッと紹介したんですけど、まあ以上になります。まあ概要欄にね一応リンク貼っておくんで、まあ見てもらって、で一番ねやっぱポイントなんですけど、絶対ね雨降る確率高いんですよ沖縄は。だから雨降るなと、雨は降ると思ってね、予定一応ちゃんとした予定とプラスね雨の日のプランっていうのは絶対考えといた方がいいなと思ったのでね、今回出してますんで、ぜひね参考にしてもらって、雨の日もいっぱい遊んでね楽しめるようないい沖縄旅行になったらなと思ってますんで、はい、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、じゃあまた以上です。